ペタル4世は、第2次ブルガリア帝国の皇帝。即位前の名前はテオドル。第1次ブルガリア帝国滅亡後から第2次ブルガリア帝国建国までの間に、一時的にブルガリアに独立した政権を樹立したペタルでリアンとコンスタンティン・ボディンを皇帝に数えない場合、ペタル2世と数える。ペタル4世は、弟のイヴァン・アセンと共に170年近くに及ぶ。 ビザンツ帝国のブルガリア支配に終止符を打ち、ブルガリアの再独立を達成した。テオドル兄弟は、ブラフ人、あるいはクマン人とブルガリア人の根欠だと考えられている。1185年に、ビザンツ皇帝イサキオスニセの結婚に際して、ブルガリアに特別税が課され、北、ブルガリアでは、家畜や財産を守ろうとする抵抗運動が起きていた。同年に、テオドルは、 弟のアセンと共に、税の軽減とプロノヤの特権の授与を求めて、イサキオス二世に訴え出たが拒絶され、兄弟の一人は、ビザンツの定身に顔を打たれた。侮辱を受けた、テオドルたちは領地に戻り、ビザンツから課された重税に苦しむ民衆を休合して、放棄した。反乱軍は、タルノボを新たなブルガリアの首都に定め、独立した教会を持った。テオドルたちは、 タルノボのせいで見たる教会に集まった民衆の前で、ブルガリアの再独立を宣言し、テオドルは、ブルガリア教会の大主教となったバシリーから退官を受けた。この時に、テオドルは、第一次ブルガリア帝国の皇帝ペタル一世に、あやかって、ペタルを名乗った。反乱軍は、第一次ブルガリア帝国との連続性を強調するため、かつての首都プレスラフを首都に定めた。 ブルガリアの勢力はダニューブ川沿いに広がり、バルカン山脈を越えて東トラキア地方のビザンツ軍を破る。事態を重く見たいサキオス二世は1186年87年にブルガリアに申請し、ブルガリア軍はダニューブ川の北に退却した。ビザンツ軍は北、ブルガリアを荒らし、反乱は収束したと考えたイサキオス二世は首都コンスタンティノープルに軍を引き返した。 同年秋に、クマン人の助力を得たブルガリア軍は、ダニューブ川を越え、ダニューブ川とバルカン山脈の間の地域を占領する。1187年、88年ブルガリア軍が、集結したロベチは、ビザンツ軍の包囲を受けるが、ブルガリア軍は3ヶ月に及ぶ包囲に耐え抜いた。包囲の後に、ブルガリアの再独立が承認され、ペタル4世は、人質として、 マッテイノカロヤンをコンスタンティノープルに送った。戦後ペタル4世は弟のイヴァンアセンに上位し、北東ブルガリアとドブルジャを統治した。ペタル4世はプレスラフに拠点を置き、彼が統治した地域はペタルの地と呼ばれた。1196年にアセン一世がイヴァンコに暗殺された後、ペタル4世はタルノボのイヴァンコを包囲し、彼をコンスタンティノープルに追放した。 アセン一世の死後にペタル四世が復位するが、貴族の反発を抑制できず、1197年にペタル四世は暗殺される。ペタル四世の死後、コンスタンティノープルから脱走したマッテイノカロイアンが定位についた。ありがとうございます。